かなめです。はじめまして。よろしくお願いします。失礼がないようにって思うとぎこちなくなってしまって、でもお気遣いありがとうございます。私よくマイペースって言われるんですけれど、そんなにマイペースに見えますか？あー、やっぱりそうなんですね。自分でもそう思います。好きな食べ物ですか？そうですね、お刺身とか、あとちくわが大好きです。普通のちくわが好きです。だからはんぺんとかも好きだし、おでんとか大好きです。私実は方向音痴なんですよね。この前も行きたい電車と別の方向乗っちゃって、そう思います。もっともっと分かりやすくするべきですよね。いやー、私朝弱いんですよね。起きてから1時間ぐらいぼーっとしちゃいます。眠いですよね。私もついつい二度寝しちゃいます。私普段はよく芋焼酎とか飲んでますよ。ジョリューさんはどんなお酒飲むんですか？私も美味しいワイン一緒に飲んでみたい。ジョリューさん、今度連れてってくれませんか？私歌を歌うのも大好きでカラオケもよく行くんですけど、ちょっと上手ではないんですよね。お、いいこと言いますね。そうそう、歌は上手くなくても感情が伝わればいいですよね。私実は前にメイド喫茶で働いてたことがあるんですよ。メイド姿の可愛いお洋服に憧れてたんです。そう言ってくれると嬉しいです。お帰りなさいませ、ご主人様。こんな感じです。上流さんとお話ししてるとずっと楽しくて、お仕事してる気分じゃなくなっちゃうな。本当ですよ。なんだか安心するっていうか。私グラビアアイドルになりたいと思ってて、そのために撮影会モデルをしてたりするんです。
撮影スタジオでいろんな衣装を着て写真を撮ってもらうって感じです。いつか上流さんにもお写真撮ってもらいたいな。私が好きな食べ物ですか？それはケーキです。実は一人でワンホール食べれちゃうんですよ。美味しいですよね。じゃあ今度二人でワンホールずつ買って一緒に食べましょうか。いやー、私酔うと結構気が大きくなっちゃってスキンシップとか増えちゃうんですよね。あれ？まだでしたっけ？どうですか？じゃあ私、文系か理系、どっちだと思いますか？正解です。実は私、理系なんですよ。よくわかりましたね。グラビアアイドルになるのって結構難しくて、いろいろ辛いことあったりするんですよね。そうなんですよ。挨拶だったり気を使うことが多くて結構大変なんですよ。私、男の人を好きになってもこっちからアクションを起こさずにどうしても様子見しちゃうんですよね。はい、そうしてくれると助かります。そっちの方が私に合ってると思うんです。私、時々グルメ旅行に行ったりするんですよ。うどんを食べに香川まで行ったりとか。そうなんです。普段はぼーっとしてるんですけど、やりたいって思ったらすぐに行動する性格なんです。あー、お腹すいた。今日大事な撮影だったんでご飯抜いてたんですよ。褒められると思ってませんでした。ありがとうございます、上流さん。この前したお話の続きなんですけど、私ってグラビアアイドルとしてやっていけますかね？このお仕事も楽しくなってきたから、私不安で。ありがとうございます。また不安になったら、いっぱい励ましてくださいね。上流さん、また来てくれてすっごく嬉しい。会えなくてとっても寂しかった。もちろん上流さんとお話しすると絶
対盛り上がるから大丈夫。私結構自分で料理とかするタイプなんですよ。彼氏とかできたら肉じゃがとか作ってあげたいな。そうですか？上流さんにもいつか食べてもらいたいな。実は私、推しに弱いっていうか、好きな人の頼みって断れないんですよ。ああ、そうかもしれないですね。わかりました。断るときは早めに断ります。こう見えて私、どんなことも投げ出さないで頑張るタイプなんですよ。すっごく嬉しいです。毎日コツコツ頑張ってると伝わるものですね。異性にされたらキュンとくることですか？じゃあ上流さんは私に何してくれますか？あ、それはちょっと嬉しいかも。いや、結構嬉しいです。かなりかなり。私、コスプレをして自撮りをよくやるんですけど、最近なんだか過激になってきちゃって。ポーズですか？こんな感じです。どうですか？上流さん、私とデートするとしたらどこに連れてってくれますか？あー、いいですね。私、人混み苦手なんで空いてる方が嬉しいです。私、実はイラストを描くのが趣味で、同人誌も出版したことあるんですよ。私が描いたら可愛くなっちゃいますよ。でも、それでもいいなら。今度大きなオーディションがあるんです。それに受かれば少し夢に近づけるんですが、日にちが近づくとどうしてもやっぱり不安で。上流さん、私のこと励ましてくれませんか？そうですよね。今までで得た経験をぶつけてみようと思います。なるほど、見せられる限界を目指していけば。やっぱり恥ずかしいです。気持ちいいね、プール。
じゃあ龍さんも早くこっちおいでよ。貸し切りだから誰もいないよ。ありがとう。もうそんなに興奮しないで、朝までずっと一緒なんですから。